こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は全国で相次ぐメガソーラーの火災について状況及び口コミを5件紹介します。はじめに今回のメガソーラー火災について5月7日のヤフーニュースの記事、全国各地で発生し始めたメガソーラー火災の恐怖、感電、有害物質漏出のリスクもをもとに説明をします。まず最近発生したメガソーラー火災について、2024年3月27日に鹿児島県伊佐市にある林ソーラーシステム高柳発電所で蓄電池設備が設置してある建物で火災が発生し、鎮火まで約20時間を要しています。また4月13日には北海道根室市のメガソーラーでコネクターの漏電が原因とみられる火災が発生し、パネルの下草1200平米が焼失しました。さらに2日後には宮城県仙台市にある西仙台ゴルフ場メガソーラー発電所で火災が発生し、鎮火まで約22時間を要し、結果として太陽光パネルの下に生えている草と太陽電池モジュールが約3万7500平米焼失しました。次に、太陽光発電設備で火災が起きた場合の消火活動の特徴について説明をします。はじめに、太陽光発電設備の消火活動は感電リスクがあるため、水をホースから霧状にして放水する等の対策により、感電リスクを避けながら消火活動をする場合があります。これにより鎮火までに時間がかかり、被害が拡大しやすいと言われています。なお、消防庁によると、夜間帯でもパネルが炎の光を受けて発電してしまうため、状況は変わらないとのことです。また、太陽光パネルによっては鉛やカドミウムなどの有害物質が使われている場合があり、火災で漏出する危険性があります。ちなみに、独立行政法人製品評価技術基盤機構によると、2008年から2022年の家庭用を含む太陽光発電設備の火災件数は151件であり、原因として部品や配線回路などに不具合が生じていた例が多いのですが、特定に至らないケースがほとんどのことです。では次のサイドに移ります。では次に、今回のメガソーラー火災に関する口コミを5つ紹介します。はじめに、1つ目の口コミです。最近、国内企業が発電効率に優れたタービンを開発したとのニュースが話題になりました。また日本は火力発電時にアンモニアを混ぜることで CO2 排出を大幅に削減する技術にも成功しています。一方で、ソーラー発電は開発段階で大量の CO2 排出や設置に伴う国土の破壊、発電効率の低さ、そして廃棄の問題など様々な課題を抱えています。率直に言って、現時点ではソーラー発電は将来のエネルギー戦略としては不十分です。技術の進歩により、これらの課題が解決される可能性もありますが、現時点では推進する価値があるとは言い難いでしょう。ソーラー発電に関する研究段階に戻し、より持続可能で効率的な解決策を模索する必要があると感じます。では次の口コミに移ります。次に、2つ目の口コミです。太陽光パネルの火災のリスクはメガソーラーだけでなく、一般の住宅でも懸念されます。海外の住宅は通常広大な敷地に建てられ、建物間には広い空間が確保されています。そのため、大規模な山火事や強風でなければ火災が広がることは稀です。一方で、日本の戸建て住宅は密集して建てられており、火災が延焼しやすい状況にあります。また日本の戸建て住宅に取り付けられる太陽光パネルを製造する海外メーカーは、日本独自の住宅事情を考慮して製造しているわけではありません。この点が日本における太陽光パネル火災のリスクを増大させる要因の一つと考えられます。では次の口コミに移ります。次に、3つ目の口コミです。このような事例は管理や保守が不十分であることが大きな問題であると考えられます。結局のところ、環境に優しいとされた太陽光パネルの実態が露呈されたと言っても過言ではありません。大量の太陽光パネルを生産する中国企業が利益を得る一方で、
その負担は再エネルギー推進などの名目で国民に押し付けられていると感じます。さらに将来的に増加するであろう太陽光パネルの廃棄物処理についても懸念されます。再エネ推進を口実にしてその廃棄負担を国民に押し付けることさえも可能かもしれません。一部の企業はリサイクルを行っていますが、ほとんどは埋め立てや放置といった最悪のケースに陥っている可能性があります。利益を追求するだけの企業は廃棄負担を負うはずがありません。これでは太陽光パネルは完全に環境に負の影響を与える設備となってしまいます。太陽光発電がすべて無駄とは言いませんが、行うならば家庭などの屋根に限定すべきでしょう。そうすれば大規模な盗難もなく、寿命が尽きた設備も設置者が負担し処理できるでしょう。次に4つ目の口コミです。火災リスクだけでなく、10から20年後に寿命を終えた太陽光パネルなどの危険物を適切に処分し、環境負荷を最小限に抑えることは重要です。また日本国内の多くのメガソーラーが外国の資本、特に中国の資本によって運営されているとの報道があります。これは未来への環境破壊という課題を私たち日本国民全体に押し付けることと同じです。したがって国は今からでも法規制などを整備し、適切な処分方法を定める必要があると考えます。最後に5つ目の口コミです。利益追求が主眼の場合、事故が起こった際にそれに伴う適切な賠償を行うことを約束させる法律の必要性が高まります。手入れを怠る業者が多く、火災が起こるのは必然とも言えます。以上、全国で相次ぐメガソーラーの火災について状況及び口コミを5件紹介しました。このチャンネルでは電気主任技師や電気工事士、電検の受験者の方など電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。またメンバーシップも行っていいので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。